ロケット団の漫才ランチャー。はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。漫才ランチャー始まりましたけどもね。始まりましたね、今日も浅草出てきましたけど、うん、出てきました、ね、いいお客さんばっかでありがたいね、本当に。お前な、ほんとお前心にもないこと言うなよ、お前。え、どういうこと。何がいいお客様だよ、お前。え、思ってもねえこと言うんじゃねえよ、お前は。いやいや、ちょっと待って、思ってますよ。嘘つけよ、お前。どこがいいお客様なんだよ。半分招待券じゃねえか、バカ野郎。それは言わなくていいんじゃないか。お前ら、こっちが喋ってる最中、お菓子のやり取り、目の前でするババアのどこがいい客なんだよ、お前。いや、私はいるけどな。え、招待券で大して笑われるのに、知ってるとこだけ先に落ち打っちゃうババアのどこがいい客なんだよ、言ってみろ、お前。まあ、まあ、いるけどね。いるだろう。うん、ほんと考えて喋るよ、そんな。そっか。まあ、それはそうとしてね、昨日、びっくりしたよ、あれは。ほんとね、びっくりしましたね。さったね、びっくりしたな、篠原涼子すっぴんヒロ。それじゃねえよな、もう、どうでもいいわ。え、ちょっと待ってよ、だってあの年ですっぴんを披露するって。知らねえよ、お前、どうでもいいよ、お前、そんなもん。え、そうか。他にあんだろ、めでたいこと。え、他何があったんですか。他、篠原涼子はどうでもいいよ。どうでもいいの。竹内力、演歌歌手デビューぐらいどうでもいいよ。え、マジで竹内力。お前、歌は出したけど、演歌は初めてなんだぞ、あれ。あの人もっとトレンディー俳優だからな。で、大分出身で、で、まあ、V シンで初めて出た時は、大阪弁に苦労したって、お前引いてんじゃねえよ、お前よ。俺の意外な竹内力情報に引いてんじゃないよ、お前は。そこまで聞いてないんだよ。お前が言ったんだろ、どうでもいいことよ。そっか。なあ、一回しろよ、お前。ラグビーが盛り上がってる。ラグビーね。あれ、すごいね、あのキックね。面白いね、あれね。ゲンゴロウ丸。ゴロウ丸だよ。え、ゲンゴロウ丸は元阪神のピッチャーじゃねえかよ、お前。そっか、そっか。村山二世って言われてたけど、結局一軍に上がれないまま、引退したっていう、かわいそうなって、お前引いてんじゃねえよ、お前よ。よく喋るなと思う。お前が言ったんだろ、バカ野郎。なあ。ちなみに、ゲンゴロウ丸も大分出身だからな。竹内力と一緒じゃん。そうだよ、もんで、ハズレ1位で。阪神に指名されてってお前引く準備してんじゃねえよ、お前よ。いや、もうお腹いっぱいだよ、ゲンゴロウ。お前が言ったんだろ、ゲンゴロウ丸は。なあ、だからって引く準備してんじゃねえよ、お前。あ、そっかそっか。でもごめんなさい、ちょっといいですか。なんだよ。そろそろお時間です。もういいよ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。始まりました、ね、はい、そういうわけで始まりましたけどもね。漫才ランチャーでございますけどもね。息のいい漫才をね見ていただきましたけどもね。ありがとうございます。はい、定例集会 で、ね、ちょっとはい、お知らせさせていただきたいんですけども、ロケット団の定例集会その76がですね、うん、11月の13日の金曜日にございます、うん、はい、ゲストはまだ交渉中でございますんで、うん、お楽しみくださいというわけでございます、ね、もう本当決まってるんですけどね。え、いや、決まってますよ、もう。あ、もう決まってますよ。あら、じゃあちょっと発表ね。うん、ちょっと、でも今日はしないですよ。ね、ちょ、引っ張るという。そうですよ。ね。もう決まってますよ。お、ええ、じゃあこれ誰が来るかちょっとお楽しみにしていただければと思いますけどもね。はい、もう先週が、あれだよね、うん、収録でね。そう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 。あの、ちょっと漫才もちょっと手抜いてやらなかったんですけどもね。はい、すいません。日本撮りでちょっと日本一本、あれなんだよ。だから間に合わなかった。ちょっと正直だね。そうなんです。正直だね。嘘つけないタイプだな。先週はでもすごいよ。うん、ね、うん、邦子さんのね。あ、すごかったね。邦子さんのパーティーに呼んでもらって。9月の25日、うん、邦子の日ですよね。ね、35周年だって。認められたんだよね、あれ、ちゃんと日にち、ね。らしいよ。お金出せばやってくれるらしいよ、あれ。あ、そうなの。そう、日にちを。ね、なんか症状みたいなのね、出したの、最後ね。すごいね。いや、すげえな。だって出てったらさ、彦摩呂さんがいるんだもんさ。彦摩呂さんと、お前、越野純子、うん、の前で漫才なんかできないよ、普通。でもすげえ笑ってたね。嬉しかったな。なあ。ちょっと嘘っぽい笑いだったけどな、あれな。いやいや、違うよ。ちゃんと、いや、そうかな。あ、芸能人声だ、これ。あと、あれ、宣伝、ドル箱、ね。あ、そうか、そうか、そうか。また出させていただきました。これ、10月の。これね、確かね、6日だったかな。火曜日の深夜の1時かな。はい、深夜1時。はい。じゃあ、よろしくお願いします。ドル箱、面白いな、あれな。あーねー、一緒の人が面白かったからね。ちょっとね、うん、ご覧になっていただきたいな。の人たちね。うん、はいはいはい。ぜひご感想お願いします。あと、お前また今適当に言ったろ。そんなことないよ。まあ、感想なんか別に求めてねえのに、今感想くださいとか言ったろ。まあ埋めるために。いや、そんなことない。元バレてっかんな、お前。バレてるのかな。バレてるぞ、当たり前だよ。いいんだけどさ。勘のいいやつはみんなバレてっかんな、お前。そうか。頼むぞ、お前。でも、小柳ルミ子さんともね。小柳ルミ子さん言ったね。すごいね、ババだ、ただのな。ごめんなさいよ。ごめんなさい。いやいやいや、まあ、司会の人も言ってたからね。お年がね、あれいくつ？
あ、本人が言ってから言っていいのかな、63でしょ、うん、あ、そう、うん、本人言ってたから老けてんな、そう言われるよ、いや、やっぱさ老けてるよ、お痩せになってるじゃん、いややっぱシワが、やっぱシワって言っちゃまずいか、うん、すごいね、おっぱい出そうなやつ着てたけど、そうだよ、胸元すごい挨拶だって、挨拶した時見たくないよな、あれな、あーね、あれすごいな、小柳さんね、ね、うん、でもパワフルだよ、でも声はさ口パクだろ、あれだってどうせ、また違うの、違うでしょ、あれ出てんの、あれ声出てるよ、だって何のために口パクじゃないの、あれリハーサルやってんのよ、それお前口パクで合わせるためだろうよ、お前そっか、いやそうかじゃない、え違うの、あれ、いやあれ歌ってるでしょ、歌ってる、歌ってんだ、歌ってる、歌ってる、うん、あそうなの、すごいじゃん、じゃうん、だってちゃんバンドも入ってたでしょ、あれそれ知らないけど、バンド入ってたと思うよ、うん、あそう、うん、バンドがだから、うん、歌ってんだ、うん、J さんはほらちゃんとバンドも入れるから、うん、へえ、そう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 、口パクじゃねえんだ、うん、俺完全に口パクだと思ってたけどな、いや違うと思うけどな、あそう、うん、ほらマロマロさんと一緒だったから、なんだマロマロってケミマロさんのねそうモノマネする唯一の漫談家ですから、顔だけじゃないよと似てるのはね、うん、だよなあれな、うん、でなんか本人楽屋が一緒でね、そうなんだよね、マロマロさんと、うん、ずっと喋ってるのうるせえんだよな人、いやまあ一応社長だから社長だから実際にそうなんだけど、うん、なんかね、うん、だから俺君マロさんのネタパクってないからと、オリジナルだから、そうそう、ね、それが売りなんですよ、なんかあの鍛えるために大須演芸場に土日通ってね、そうそうそう、偉いんですよ、うん、これちゃんと、ね、俺見てたら結構パクってたと思うけどな、もう聞いたようなネタいっぱいあったけどなあれ何どうなのあれあれパクってないの全然、いや僕もチラチラって聞いて何か所か引っかかったとこあったんですけど、いやでもオリジナルなんですよ、オリジナルなんだ、ね、あじゃあ言い分は佐野さんと一緒なんだじゃな、俺パクってない、ああ、うん、そうかな、うんうん、でもいろいろ聞いたけど、なんかね歌手の人もすごいね、マラマラさんから聞いたけどさ、うん、俺名前はちょっと出せないけどもさ、うん、司会やってたんだって、うん、その歌手のね、うん、したら、あ、おはようございます、本日お世話になります、マロマロですって言ったら、うん、無視されたんだって、でもまあ普通無視するんだよ、いやしないよ、マロマロですって言われたらお前マロマロですよじゃあ何でこいつって思うだろうよ、いやいやいやはぁって言うんじゃない普通、いやそれで聞こえなかったのかなと思ったんだって、うんうん、一応リハーサル終わって、うん、またあの本日からお世話になりますマロマロです、うん、よろしくお願いしますって言ったら、うん、また無視されたから、うん、もう一回よろしくお願いしますマロマロですって言ったら、うん、なんか問題あんのとかって言われて、いや特にあのご挨拶とかって時間もったいないから向こう行ってくれるって言われて、そう、誰誰誰それ、ねイニシャルで言う、イニシャルで言う、GN、 G はあ、じゃあ NG、 NG、 え、 G がどっち名前、 N が名字、すぐ分かるじゃん、え誰 NG って誰、 NG、 え、あ、あー、あ、そう、違う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 、野口五郎、あ、また違う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 の、ほ G が、うん、名字、名字、名字、うん、それで、うん、あの、フロア久蔵さんって言うじゃん、うん、ね、なんだ風呂湧くぞ、いやいや吉井久蔵さんにつけてもらった名門からつけてもらった開くよそれ、でその方のね司会やったんだって、うん、それでは準備が整ったようなので、うん、どうぞって言ったら、うん、ゴンゴンって音がするんだって、うん、スピーカーから、え、なんなんなんって言ったら、うん、その人がね、うん、マイ歌うマイクでよ、うん、付き人の人が頭ゴン打ってたんだって、はい、バーンとか言って、あ、そうして、すげーとか言って言って話になって、だからそのまたマラマラさんがそばにいて、うん、あの飴を舐めてんだって出番までね、その方が、はい、うんうん、GN さんがね、うん、そしたらあの「手手」って言うって、おお、して何だろうと思って、うん、付き人の人が手出したら「うん、飴だわペッ」とか言ってこう吐き出して、すごいね、だって共演者がみんな引いちゃったらしいんだよね、へえ、うん、でもそんな話をしてくれたから、GN?、G、N?N、N、N、M、N の N、N、うん、N か、うん、なんだろうな、GM、そうそう、あのね、うん、旦那さんも有名人、うん、あ、女か、そう、女、女か、あ、まずかった、まずかったな、女か、うん、野口五郎さんじゃない、野口五郎さんじゃない、野口五郎さんじゃない、ダジャレがうるさいとかそういうんじゃない、あの人すごいいい人であってほしい、俺は、そう、うん、そうね、うん、あ、そう、うん、すごいな、その話をちょっとね、マロマさんから聞いて、いや、すげえ人いるなと思って、へー、うん、そうそう、蹴ったりするんだってさ、付き人の人とか、そっか、まあ一緒だな、じゃあな、何やってってこと、この見た目でそうだったらまずいでしょ、まずいよ、だからやめた方がいいよ、そうそう、まあね、そうなんね、いろいろあんだって歌手の人って、うん、恐ろしい世界、恐ろしい世界で、うん、皆さん、はい、トースポは、トースポね、うん、あ、ちなみに昨日ほら福山雅治が
あ、そうだね、結婚したじゃない。たね、うん、その昨日なんですけど、うんうんうん、今日のトースポの一面が、はい、それかなと思ったら、うん、大仁田市長選出馬だったさすがだなって思ったね。トースポブレないね、うん、ブレないな、うん、あとトースポ今日はね、うん、火星人の機体無残って書いてあるね。火星で、でもすごいよこれ NASA が。NASA が火星で重大発表するっつって。あ、 NASA ね、うんうんうん、で行ったのが、うん、水分があったみたいな。はいはいはい、はい、火星に、うん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 、でまあまあ火星の謎が解き明かされるって言ったんだけど、うん、火星人じゃなかったっていうんで、うん、まあがっかりしたねっていう記事。でもそれが載ってんだ、福山を抑えて。当たり前だろお前。え、福山さんのは載ってるんですよ。福山さんのは、うん、まあ裏一面だね。裏一面。あ、まあまあ一面は一面なのね。うん、一面は大仁田だけどな。あ、大仁田ね、うん。そうかそうかそうか。F 父&下ネタ許可って、ね。エロスの絆で繋がってるらしいから、この人たちは。あれしゅだってね、ずいぶん前から会ってたんだよね、これ。うん、この人が、なんけ、あの奥さんの方とがデビューした時に写真撮ってるんでしょ。福井石和江はプロ野球選手の娘さん、ね。そう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 。ね、近鉄のね、福井石のね。うん、そうそうそう、びっくりしたな。昨日の夕方ぐらいだっけ、うん、5時ぐらいにね発表されたんだね。そんな騒ぐことじゃねえよな。でもなんですよな。なんかでもこういうね、何まさね、何ツイッターとかよ、まあ、なんかフェイスブックとかあるんだろ。あれみんななんか福山家俺が一番先に知ったみたいな感じで全部言うんで、もううるせえっつうんだよな。俺だって知ってるわっていう。また機嫌そうでちゃって。またおじさん機嫌そうで。だってすごかったよね。でもだって新聞とかさ、うん、明日何会社を休む OL が続出するかもね。そんなバカなやつ。そんなバカなやついるかよ。こんなバカな話あるかよ、福山。無理だろ、福山なんてどっちにしろ。何言ってんだよ。まあでも俺も綾瀬はるか結婚したら休むかもしれない。まあ、言えないで、それしょうがないね、うん、まあね、これビッグニュースだったよ、うん、それよりも野球っつったらもう引退がすごいんだよね今年ね。あ、そうですよ、これ谷繁も引退で、うん、山本昌も引退だろ。これさ、なんか電車の中吊りで見たんだけどさ、うん、この何や、谷繁とあの落合ね、わ悪いみたいな感じじゃん。落合なんか誰とでも仲悪いんだよきっと。そうかな。そうだよ、落合のせいで辞めたやついっぱいいんだよ。だって。あ、そうなの。そうだよ。落合何してんのそんなに。落合、俺はもう落合福士君と落合は好きだから。大好きでしょ、うん、落合のインタビューとか大好きでしょ。落合結構好きよ。好きでしょ、うん、俺好きだけどね、別にね、うん、よく真似したもんね、楽屋で、うん、落合ごっこ。落合は好きだよ俺。落合さん、そう、あの秘訣はありますか。うん、ない。落合さん、はい、うん、試合に勝った時に、うん、なんかあのかける言葉とかありますか。ないないと分かんないしか言わない。だからね、よく真似てた。言いたくないとか、そういうの言いたくないね。でその谷繁と落合が、うん、まあ確執があるっていうので、うん、で、うん、福士君にインタビューしたわけですよ。福士君に行くんだ、うん、あ、そうか、本人に行けないからかな。そしたら福士君がニヤニヤしたっていう、そういう話ですよ。まあ、でもそれでもこう記事になっちゃうのがすごいんだね。すごいよ、福士君。あ、これバッティングセンター行ったんだよ、これね、うん、あ、これは見たな、新聞で、ね、ナムコスターズ、うん、そうか、谷繁翔さんとそっくりなんだよね、うんうん、あとはね、福永宝源の映画制作ね。あ、これね、これだからお前入れよ、本の花、うん、今違うよ、今変わったんだって。あ、違うの。え、天下の救済、うん、天下の救済、これちょっと入った方がいいと思うよ。いや、うん、じゃないでしょう。やっぱね、うん、負けちゃいけないよ。うん、なん、今ほら、いろいろとほら、お、負けちゃいけないよ。お、お前入れ、幹部になれよ。最高ですか。うん、そう、と言わせればいいよ、定例集会でみんなに。いや、それは、お前また違う集会になっちゃうよ。足の裏見せてお前。最高ですかってやれよ。いきなり俺足の裏見せたら何やってんだと思われる。大丈夫大丈夫。え、でも何、15年入ってたの。詐欺だっけこの人ね。そうそう、うん、あ、15年経つんだ。すごいね。でかいんだよなこの人な。でかい、そうそうそう、でかいんだよ。うん、だってこの頃結構いろいろ出てきたもんね、コーナーね。うん、なんだっけ、ゲルとかなんか言うやつもいたもんね。パナウェーブとかね、ありましたね。あー、白装束、うん、懐かしいな。映画作んの。映画ね、出るんですよ。でも相川翔とか出るらしいですよ。すごいじゃん、うん、え、奥田瑛二、奥田瑛二刑事役。そうそうそう、
相川翔弁護士役すげえらしいですよ。わちょっと見たいな。これいつ公開なんですか。あ、来年の4月。うん、これ山本昌。あ、はい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 。池沼ズファイルによるとね、うん、すごいね、やっぱね。あ、引退しちゃうんだよね。うん。山本昌、うん、すごいよ。なんすか。この人はほら、うん、ラジコンはプロ級だから。定例集会ご覧になった方はね、ラジコンプロ級になりますけども。そう。ラジコンね。そう。うん、もう休日はもうね、うん、ラジコンばっかり。せー。あ、漫画、ゲーム、競馬好きなんだ。すごいね。いいな。あ、いいな、山本昌。50までやるってでもすごいよな。ね、あのスキージャンプの葛西、うん、ゴルフの青木、うん、極天鵬とともにレジェンドと呼ばれるようになる。そりゃそうだよね。2014年レジェンドがトップ10入り、うん、はー。これでも葛西っているじゃん、うん、はいはいはい。この人はね、うん、ダメだよね。え、なんダメって。この人だって自分でレジェンドって呼んでくれって言ったんだよ。それはそんなやつ、それは違うね。そんなやついるかって話だよお前。あ、それは違うね。俺カリスマだってやついないだろ。だって、あ、いないね、うん、こちょっと僕レジェンドでいいですかとか言ったんだよこいつ。あ、それは違う。周りが言わないとね。絶対おかしいよねこれね。周りが面白いとかね、うんうん、あと山本昌っつのがね、うん、昔から不思議なんだけど、うん、山本昌って言うじゃん。はいはいはい。でも山本じゃんこの人。うんうんうん。なんで山本昌っていうのかなと思って。あ、そうだね、うん、で山本じゃないのね。でもずっと疑問だったんだけど、うん、この池沼ズファイルに書いてあるんですよ。すごいですよ池沼ズファイルが。面白いなそのフレーズ。すごいんですよ。何なんですか。1990年に中日に山本康氏が入団して山本姓が2人になったため、うん、略表記される場合は山本正、山本康と表示して区別した。で95年に山本康司は移籍し、うん、山本姓は一人だけになって区別する必要はなくなったが、うん、山本昌になってから、うん、最多勝利などを獲得したことから、うん、本人は昌を取られることを拒否し源を担いで山本昌にしてんだって。はあ、じゃあ本人も気に入ってたんだね多分ね。本名は何なんだろうな。山本昌、山本昌宏、昌宏だよね。そうそう、ホームページね、うん、そうだよね、うん、山本昌宏、山本昌なんだ。すげえ、池沼ズファイルすげえぞ。これ知らなかった。これずっと疑問だったんですよ。なるほど、あ、そうか。験担ぎなんだ。あ、でもやっぱ多いよね山本昌ね。あのスポーツ選手とか芸人さんとか多いですよね験担ぎね。へー、うん、すか。え、なんか皆さんの験担ぎとかなんかあるんですか。ない。あ、落合だ。落合が降臨した。する必要がない。する必要がない。する必要がない。したくない。したくない。落合面白いな。そうだね。あとこれですよ。なんか、JK。あ、これね。あ、俺も同じとこ見てた。これ面白いな。これ、何これ。だから女子高生がおにぎり作って、うん、で、たまに指におにぎりの米がつくだろ。うん、で、それを食べるだろ、女子高生が。はいはいはい、それでまたおにぎりを握ると関節キスになるらしいんだよ。だから、くだらないな。でもこれ衛生法的にはダメだよね。ダメなの。素手で握っちゃね。ダメなの、うん、ラップでほら、ラップか手にほら、手袋しないと。軍手じゃ、軍手じゃいっぱいついちゃう米粒がなくなっちゃうよ、おにぎりが。ダメなの、うん、衛生的にはダメだよこれ。だから捕まったのこれ。いや、それで捕まったわけじゃないよ。違うの。衛生で、別にほら、おにぎり屋で生計立ててるわけじゃないけども、1個800円だって。すごいね。女子高生そんないいかね。若いからいいのかね。だからあるんじゃない、制服に。あの、だって散歩したりするのでもね、うん、あれちょっと前に摘発されたのがあったもんね。なんかあの、うん、何こう机でなんか宿題なんかやってるのをなんか、そうそうそう、なんかあぐら返ってから下からこう覗けるとか、うん、覗くやつだろ、うん、それは捕まったんだよね。まあそれはまあ分からないでもないじゃん、見えるわけだから。あ、なんかほら散歩するとかあるじゃん。うん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 、おにぎりもそうだけど、そういう意味は分かんなくない。散歩するんだよ女子高生と。でもほら周りに連れてデートするしたいの女子高生と。そうだね、こう周りに、うん、おいいなって思われたいんじゃないかな、だって女子高生って、うん、なんか言っちゃいけないようなことでけなしたりしそうじゃん、なんかなんか、あ、大人として制御がない、そういうこと言うかっていうこと言いそうじゃん一緒にいたら。あ何がいいんだろうと思ってね。それは人によるんじゃないかな。その散歩とか。だから、あの、だからキャバ嬢とか連れてるのもそれみたいなもんじゃないの、うん、これ。キャバ嬢ね、うん、キャバ、あ、そっか、うん、なあ、そっか、何何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 何
まあまあそれもあるし、あ、そうじゃない、ないか。未成年だったら怖いんじゃない？ね、怖いよね、それね。何なんだろうね。ちょっと行ってみるわ、俺。あ、それ行くのね。行くわ。おにぎり？散歩してくるわ。あ、散歩？散歩してくるわ。ああ。うん。散歩してくるわ。ああ、すごいね。これは何？これ800円も払って食いたくねえんでも、うん。これね、トースポになかなかの大きさで出てたからね、この記事ね。あ、そう。ね、出てました、それは。面白いな、うん、トースポな。なんだろうね、おにぎりもわけわかんないね。どうですか、池沼ズファイルの方としてはおにぎり。おにぎりいらないな。おにぎりいらない、いらない、いらないな、だもんね。いらないよ、これ何なのこれ。あー、どこまで食べれるかね。あ、それなんかこの間テレビでやってましたね。よくあるよね、家族、うん、家族、友達。俺なんか昔芝居やってる時に劇団で、あの、まあ、ブスの女の子がいて、違う、俺なんか俺脚本と演出をしたの、その時。俺思い出したわ、ね、うん、で、ブスの女の子がしていて、うん、もう明らかにブスだから、福ちゃん、福ちゃん、うん、ね、うん、明らかにブスだから、うん、まあ、美味しいかなと思ってブスの役をね与えたんですよ。あ、そう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 、ええ、もういるだけで面白い、面白いよ、君はにしたんだよね、ええ、うん、でなんかセリ台本でセリフに おにぎりを持ってきて、その子がで食べさせんだけど、そのもらったやつが、おめの握ったおにぎりなんか足で握った おにぎりと一緒だって言う。俺僕当て書きされました。言えっつって言ったら、そう、泣いちゃった。すげえウケたんだよね。すげえ稽古場でさ、笑ったんだよね、でもね、稽古場でどっかウケたんだよ。これいいよ、絶対いい台本だなと思ったんだ俺も。一回見たら泣かなかったよね、うん、そう、あれ投資稽古で何回も言われたし、私ここでブスって言うたら初めてっつって、周りもなんか低いんじゃなくて、え、マジでってそこで驚いちゃったと思った。言われたことないよ。あったな、ダブルショックで。まあその子を、うん、まあ、あの主役の子が、うん、男の子が、うん、まあまあブスだけど好きになるって、そうそう、いいハッピーエンドブスっていうやつを、うん、もうあのかばうっていう設定だったんだけど、素晴らしいですよこれ結構、ね、そのブスの子が、うん、もうマジで好きになっちゃって、その子本当にね、助けちゃったから、ね、で終わって後の反省会の時に急に化粧し始めてきて女を出したんだよね。女出してきてね、じゃあ、何してるかな、ブスだったな、うん、あ、面白かったので、遅刻した理由で頭も肉体も限界状態です、いっぱいいっぱいですっつってね。福ちゃん面白かったな。JK はいいけど、福ちゃんに握らせちゃダメだね。ダメだね。足で握ったやつ同じでしょ。足握って。足握ってもまだマシだよっつってね。俺なんたんだよ、あれ言ったのな。申し訳ないな。あと、危機として言ってたもんな、でもな。そう、受けるからね。受ける。何回もやっていくと、ほら、みんな麻痺してくるから、もっと言葉を足した方がいいってさ。最終形はさ、もうひどいさ、ただの悪口だけになっちゃう。もう罵っただけなんだ、ただ。お前、鏡で見ろとかさ、だからそんなセリフとか。あれはひどかったな、ね、本番までどんどんスリバンゲットだという番組でございます。ドブに落ちたやつの方がいいとはな、なんかそういうこと言い始めて、そう、あ、周りも良くないね、もうひどい、周りも良くない、こんな初めてって言われた、福ちゃん、福ちゃん終わりになっちゃったけども、ね、え、福ちゃん元気かな、はい、本当にね、じゃあまた次回お会いしましょう、はい、はい、お届けしましたのはロケットダンス、ラムとゴート浦和崎でした。また来週。